皆様、こんにちは。ただいまより、がんの補完代替療法のセッションを開始いたします。私は司会を務めます、NPO 法人キャンサーネットジャパン、橋本真由と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速、ご講演の方に参りたいと思います。ご講演いただきますのは、島根大学医学部附属病院、臨床研究センター教授、大野聡先生です。大野先生のプロフィールは、ジャパンキャンサーフォーラムのサイトをご覧ください。それでは大野先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介ありがとうございました。島根大学の大野と言います。よろしくお願いいたします。はい、今日私の方からお話しするのは、がんの補完代替療法見極め方と向き合い方を考えるということでお話をさせていただきます。まず簡単にちょっと、自己紹介と言いますか、この補完代替療法の話をするということで、なんか怪しい人が話をするんじゃないかと思われている方もいるかもしれません。まあちょっとそもそも私の名前が大野聡ということで、某有名人と同姓同名ということで、まあ怪しいんじゃないかと思っている方もいらっしゃるかもしれません。スライドの下の方を見ていただきたいと思いますが、この補完代替医療あるいは統合医療ということでですね、2002年から私の方、厚生労働省のがん研究助成金の研究班の方で、まあ参加をして様々な研究に取り組んできました。で、今日またご紹介もしますけども、日本緩和医療学会のガイドラインの委員をしていたりとかですね、あと厚生労働省の事業で統合医療に関する、情報発信のホームページの作成にも関わっております。まあこういった背景の人間今日話をするんだということで聞いていただけたらというふうに思います。ではですね、この補完代替療法という言葉なんですけども、初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、まあ、そもそも補完代替療法って何なのかというところをまず整理していきたいと思います。こちらはですね、厚生労働省が行った、統合医療のあり方に関する検討会というものがございます。で、そして、平成25年、まあ、2013年の2月に、その検討会の議論を踏まえて、まあ、これまでの議論の整理というスライド、資料を公表しています。で、その資料からですね、一部、抜粋したものをスライドに、提示しております。で、こちらはですね、実は統合医療の定義ということになっています。言い換えると、実はこの補完代替療法というのは、公的機関が正式に定義というものを定めてないというのが現状になっています。では、この、じゃあ統合医療って何なのかということなんですけども、これはスライドに書いてある通りなんですけども、まあ、近代西洋医学を前提として、これに、まあ、補完代替療法や伝統医学等を組み合わせて、さらに患者さんの、まあ、生活の質、QOL を向上させる医療であり、医師主導で行うものであって、場合により他職種が共同して行うものとなっています。で、この、同じく資料の中にですね、じゃあこの組み合わせる療法って何なんだということで整理されたものがこちらになります。スライドを見ていただくと、この表のですね、今、ちょっと示している右側の方ですね。まあ、書いてある通りなんですけども、国家資格と国の制度に組み込まれているものと、組み込まれていないその他のものというふうに厚生労働省の方は分類をしています。で、皆さんもご存知のものあるかもしれません。国家資格等に組み込まれているものとしては、特保などの保険機能食品などのですね、一部、これが、国の制度に組み込まれてもいます。あと、針師、灸師というのも国家資格ですし、アーママッサージ、指圧師、あと柔道整復師というのも国家資格になります。あと、漢方医学の一部ということで、薬事承認されている漢方薬。これはもしかするとご利用されている方、あるいは過去にご利用したことがある方というのもいらっしゃるかもしれません。で、それ以外のものっていうのはもう本当多種多様のものがあるというふうに、捉えていただけたらと思います。で、これらの療法と、近代西洋医学、これを組み合わせて行って患者さんの生活の質を高める医療が統合医療だと。というふうに厚生労働省の方は整理をしています。では、がんの患者さんはですね、どのような補完代替療法を利用しているんでしょうかという、そういった質問に対してのデータをお示ししたいと思います。
で、こちらはですね、私の自己紹介のところでも少し触れましたけども、厚生労働省がん研究助成金の研究班が日本で初めてですね、このがんの患者さんを対象に、全国規模の、補完代替療法の利用実態調査というものを行っています。で、ちょっともうデータとしてはですね、もう約20年近く前のデータということで古いんですけども、日本で初めて行われた全国規模の調査ということで、まずこちらを紹介したいと思います。で、その当時はですね、約2人に1人と言っていいかもしれません。44.6% の人が補完代替療法を利用しているということが明らかとなりました。で、何を利用しているのかという点なんですけども、スライドの下半分に書いてあります。まあ、健康食品、サプリメントが圧倒的に多いという、そういった現状がございました。では、最近ではどうなのかということで、こちらのデータを紹介したいと思います。こちらは、日本ホスピス緩和ケア協会が行っている全国規模の調査になります。2017年に論文として報告されたものになってまいります。ただ、一点、注意点としましては、こちらのアンケート調査に回答している方は、緩和ケア病棟で亡くなった患者さんのご家族の方が、アンケートに回答しているということで、先ほどの厚労省の研究班が行った調査と、若干そのアンケートに答えている対象の方、あるいは回答者が違うんだという点はご留意いただけたらと思います。で、こちらの調査の結果をスライドにお示ししております。52.5%、まあ、同じく、まあ、2人に1人の方が補完代替療法を利用しているということが分かっています。で、具体的に何を使っているのかという点なんですけども、健康食品、サプリメントが一番多いという、ことは変わりはないんですけども、その利用の割合を見ていただくと 54% となっています。厚労省の研究班の調査の時には、もうほぼ全員が健康食品と回答していたことと比べると、まあ、約半分に減っているというような状況かと言えるかと思います。では、他にどういったものを使っているのかと言いますと、運動、マッサージ、骨格改善、温泉、温熱療法、あとマインドフルネス、いったような形でですね、多種多様な補完代替療法を利用しているという、最近の動向としてはそのような傾向が見られているということを知っておいていただけたらと思います。では、この補完代替療法、どのようなことを目的に使っているのか、あるいはどのようなことを期待して使っているのかという点を少し紹介したいと思います。スライドの向かって左側は2005年の報告とありますが、こちらは厚生労働省研究班が行った調査です。で、スライド右側の2017年の報告というのは先ほど今、紹介した、報告になっております。で、見ていただくとお分かりの通り、2005年の報告においては、がんの進行抑制、あるいはがんの治癒、それを目的、あるいは期待をして、補完代替療法、まあ、健康食品を使っている人が多かったという、そのような実態が明らかとなっています。一方で、最近では、がんの進行抑制、病気の治癒という項目を開けている方もいらっしゃいますが、一番多かったものは、精神的な希望という、そういった選択肢に、まあ、チェックを入れた方が一番多かった。あるいは、苦痛症状の緩和という、そういった項目を挙げている方が多い。そういった現状がございます。しかも健康食品以外の多種多様な補完代替療法を利用して精神的な希望を期待して、行っているという、そういった実態があるんだということを知っておいていただけたらと思います。さらにこちらの論文をよく読んでいきますと、まあ、身体的、精神的な効果、がんが治るということではなくて、あくまで身体的、精神的な、症状の緩和、いったところで効果を実感している方が半数以上いらっしゃったという点。一方で身体的な副作用を、自覚されていたという方もいらっしゃるということが、まあ、論文の中では述べられています。では、半数以上の方が実感しているということなんですけども、じゃあこの補完代替療法は効くのか効かないのかといったところについてもお話をしていきたいと思います。言い換えますと、補完代替療法に関するエビデンス、日本語で言うと科学的根拠はあるのかどうかといったところになります。
スライドにはですね、補完代替療法に関する RCT の報告数あります。この RCT というのは、ランダム化比較試験の略語になってまいります。で、これはですね、お薬が効くか効かないかを検証するために用いられる研究手法で、このランダム化比較試験で効果が証明されれば、その治療法は効くというふうに言えるというふうに、考えていただけたらと思います。で、こちら見ていただくとですね、こちらに書いてあるアロマセラピー、ヨガ、瞑想、音楽療法、マッサージ、針、サプリメントと似たような補完代替療法のランダム化比較試験の報告数というのは、2000年以降見ていただくと、徐々に増えてきて、特にこの2010年以降からはですね、1000報を超えてきて、最近では毎年毎年1500から2000報のランダム化比較試験の報告があるんだということ、そういった、事実をぜひ知っておいていただけたらと思います。ただ、このグラフですね、がん以外の報告も含まれていますし、ランダム化比較試験をやれば全部効果があったという報告ではなくて、効くことが証明できなかったという報告もこの中には含まれている点はご注意をいただけたらと思います。で、ここでですね、一つ注意点があります。補完代替療法、じゃあがんに効くのかというところなんですけども、がんに効くと一言で言っても、どのように効くのかという点には、少し見極めが必要になってきます。で、ここでですね、統合医療の定義、厚生労働省が示している統合医療の定義をまたちょっと振り返ってみたいと思います。この統合医療というものは、近代西洋医学がまず前提となっている点、ここを忘れないでいただきたいと思います。で、さらに、この補完代替医療の役割っていうのは何なのかと言いますと、QOL、クオリティオブライフの略語になりますけども、これは患者さんの生活の質です。これを向上させる医療であるというのが統合医療の定義になっています。で、QOL を高めるために、じゃあ用いられるのはこの補完代替療法や伝統医学ということになってまいります。で、実際にですね、先ほど論文がたくさん報告されているというふうなことを紹介しましたけども、具体的にじゃあどのような論文があるのかということを、少し、いくつか紹介していきたいと思います。一つ目がこちらになります。2013年の報告になるんですけども、倦怠感、体のだるさですね。これを自覚する進行がんの患者さんが、人参のサプリメントを摂取したときに、プラセボを摂取したグループと比べて、倦怠感がより改善したという、そういった論文になっています。で、ここで人参とありますけども、キャロットの人参ではなくて、朝鮮人参のような人参の人参になってきます。実際に用いたのはアメリカに自生しているアメリカ人参を使っています。で、次に紹介する論文がこちらです。2014年の報告なんですけども、同じく倦怠感を自覚する乳がん患者さん、この乳がん患者さんにヨガをやったグループとヨガをやらなかったグループで、この倦怠感のスコアであったり QOL 生活の質のスコアがどうだったのか、これは論文からちょっと抜粋してきたグラフなんですけども、結論から言うとヨガをやったグループの方が患者さんが自覚する倦怠感が改善したということを示しています。二つ論文を紹介しましたけども、この補完代替療法で有効性が証明されている論文の多くはですね、患者さんの倦怠感を改善するといった生活の質の向上といった、そういった論文がほとんどになっています。で、それ以外にもですね、抗がん剤の副作用を軽減する、あるいは放射線治療の副作用を軽減するといったような形での QOL の改善、倦怠感といった体の症状以外にも、不安や悩みといった精神的、心理的な、症状の改善といったものも補完代替療法によって改善したという、そういった報告があります。ただ、補完代替療法もいいことばかりではなくて、副作用であったり、相互作用というものもございます。具体的にちょっと紹介する論文がこちらになります。セント・ジョンズ・ワートという、これはハーブになります。
実際にはですね、気分の落ち込みといった形で、まあ、軽度のうつ症の方にもランダム化比較試験で、臨床試験で検証もされているようなハーブになるんですけども、効果があるということは、裏を返せば副作用や、あるいは相互作用もあるというふうに捉えていただけたらとも思います。で、実際にこの臨床試験では何が行われたかと言いますと、イリノテカンという抗がん剤と、このセントジョンズワート、西洋おとぎり草とも言いますけども、こちらのハーブ、これを、一緒に、利用した場合と利用しなかった場合で、この抗がん剤の有効成分の血中濃度に違いがあるかどうかということを検証しています。で、一番下にその結果が書いてありますけども、イリノテカンの有効成分である SN38 という成分の濃度が、セントジョンズワートを使うことで 42% 減少してしまった。まあ、ざっくり言えば半分になってしまったと言ってもいいかと思います。ですので、まあ、健康食品、体に優しい、安全だと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった、今飲んでいるお薬との相互作用、相互作用というのは、その飲んでいるお薬の効果を、今回弱めてしまうということで紹介しましたけども、逆に強めてしまって、副作用が強く出てしまうということも、場合によっては出て、あったりもします。まあ、そういうふうなことがあるんだということは、ぜひ知っておいていただけたらと思います。で、今日はですね、まあ、論文として報告されているものの一部を紹介してきましたが、じゃあ他にはどのようなものがあるのか。いったところで、補完代替療法に関する信頼できる情報源、こちらを、いくつか紹介していきたいと思います。一つ目がこちらになります。日本緩和医療学会が、まあ、編集に携わっている、がんの補完代替療法クリニカルエビデンスといった冊子になります。で、こちらはですね、各種補完代替療法で、ランダム化比較試験があるのかないのか。で、ない場合にはないということも含めて、わかりやすく解説がされています。まあ、こちら、本としても売られていますが、日本緩和医療学会のホームページの方にアクセスしていただくと、PDF ファイルの形でこの本の中身っていうのは閲覧できるようになっていますので、もしご興味のある方は、この学会のホームページにアクセスをしてみていただけたらと思います。で、二つ目がこちらです。少しちょっと宣伝っぽくなってしまいますけども、自己紹介のところでも紹介をさせていただきましたが、私自身、厚生労働省の、事業として統合医療情報発信サイトといったものの作成に携わっています。ホームページの、トップ画面がこのような形のものなんですけども、こちらにはですね、先ほどの日本緩和医療、学会が、出している、まあ、クリニカルエビデンスという、冊子と同じなんですけども、各種補完代替療法の、まあ、科学的根拠があるのかないのか、いったところを紹介しているとともにですね、アメリカにはこの補完代替療法に関するナショナルセンター、国立の、研究機関があります。で、そちらに、まあ、有用な情報が掲載されていますので、その情報を日本語に翻訳した形で、この、厚生労働省の事業で行っているホームページでも紹介をしていますので、ぜひ、アクセスしてみていただけたらと思います。で、さらにですね、こちら、情報の見極め方ということで、一般の方向けのページには、まあ、今、インターネット、あるいは書籍等を含めてですね、まあ、様々な健康情報、医療情報というのが、まあ、氾濫しているような現状がございます。で、そういった時に、正確な情報って何なのかということを見極めるためのコツやポイントといったところも、紹介されていますので、クイズなどもこちら、まあ、掲載されていますので、ぜひチャレンジしてみていただけたらな、というふうに思います。で、ここでですね、補完代替療法、先ほど医薬品との相互作用ということで論文を一つ紹介しましたけども、この補完代替療法、ぜひ気をつけておいていただきたい問題点ということを少し整理しておきたいと思います。一つ目はですね、先ほども触れました、まあ、健康被害ですね。補完代替療法、自然天然という形で販売されていることが多いものがございます。そうするとですね、多くの方がこれは安全なんじゃないかというふうに思いがちかもしれませんが、
実はこの補完代替療法にも健康被害のリスクがあるんだということはぜひ知っておいてください。で、さらにもう一つ、二つ目の注意点としては経済被害とあります。実はですね、消費者庁が、データベースとして収集している、こういった健康食品や健康器具などの、様々なトラブル、これを集めているデータベースというものがございます。で、そこを調べてみるとですね、実はこの健康食品や健康器具などの、被害、トラブルの件数としては、もちろん健康被害としての、報告もあるんですけども、多く、具体的な数字では8割くらいは実は経済被害になっています。具体的には契約や請求のトラブル、あるいはですね、解約をしようと思ってもなかなか解約できないといったような形のトラブルが、数多く報告されています。で、ここもですね、これ人間の差がと言っていいかもしれません。高額な治療なほど効果が高いんじゃないだろうかと思いがちかもしれませんが、決してそういうわけではないんだというところは、知っておいていただきたいと思います。で、三つ目が、機械損失であります。補完代替療法を、宣伝している、あるいは、提供しているような、ものの中にはですね、標準治療、いわゆる抗がん剤、手術、放射線治療といったものを否定して、で、自分が進めている商品の優位性を、主張しているといったようなケースが散見されます。そういったものには、私からのメッセージはぜひもう近づかないでいただきたいというふうに思います。ね、それはですね、補完代替療法に、傾倒してしまう、盲信してしまった結果、標準治療を適切に受ける機会を失うことで、標準治療で得られたかもしれない利益を損失してしまうということで、機械損失ということがございます。で、実際、そのようなことがあると、これはもう、命にも関わるようなことにもつながりかねませんので、その点はぜひ注意をしていただきたいと思います。で、ここまでですね、補完代替療法、正確な情報の見極め方といったようなことも含めてですね、紹介をしてきました。ただ、この正確な情報を入手したらそれで終わりかというと、決してそういうわけではなくて、その情報をもとにですね、補完代替療法を利用するのか利用しないのかといった決断行動の意思決定という、その、ステップを踏まないといけません。ただ、この意思決定の場面でも落とし穴っていうのがないんでしょうかというところ、そこを少し、紹介しておきたいと思います。実は、落とし穴はあるんですよということになってくるんですけども、こちらはですね、行動経済学の研究の、データになってきます。プロスペクト理論といったものになってくるんですけども、これはどういったことかと言いますと、一つ目の上の方にあります価値関数というものなんですが、これはですね、簡単に言うと、人はですね、1万円拾ったラッキーという嬉しさよりも、1万円盗まれた、あるいは1万円落としたショックっていう悲しいっていう方が大きいと。心の揺れ幅で言うと、嬉しさよりも悲しさの方が大きくなってしまう。そうするとですね、人は利益よりも損失に敏感に反応する。要するに、損失を回避するような選択をしがちになるということが、行動経済学上分かっています。で、さらにですね、二つ目が確率加重関数というところがあります。人はですね、低い確率を過大評価し、高い確率を過小評価する。グラフで示すと、このような風に示されてきます。縦軸が、主観的な確率。横が、客観的な確率ということで、だいたい 30% から 40% のところは、人は、客観的確率と主観的確率が一致しているというふうに言われていますが、少ない確率を過大評価する。身近な例で言えば、当たる確率の非常に少ない、宝くじを買ったとしても、私は当たるかもしれないというふうに、思ってしまうような方、多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。そういったことを踏まえてですね、このプロスペクト理論を紹介する際に、このような、質問がよく、出されています。皆さんもちょっと考えてみてください。一つ目がですね、あなたの目の前に以下の二つの選択肢が提示されたとします。選択肢 A は100万円が無条件で手に入る。
選択肢 B は、コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。で、このような場合には、選択肢 A を選ぶ人が多いというふうに言われています。次に、質問2です。あなたは200万円の負債を抱えているものとする。その時、以下の2つの選択肢が提示されました。選択肢 A は、無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。要するに借金が半分になるという選択肢です。選択肢 B は、コインを投げて表が出たら支払いが全額免除され、裏が出たら負債総額は変わらないといった場合です。このように、質問には、質問1と違って、借金を抱えているというような、まあ、ちょっとピンチに陥ったような状況です。そのような状況になると、選択肢 B を選ぶ人が増えてくるということが、これまでの研究で分かってきています。ここで何を言いたいかと言いますと、人はピンチに陥ると賭けに出やすい。身近な例で言いますと、まあ、借金で首が回らない人ほど怪しい儲け話に手を出しやすい、なんていうふうな話は聞いたことがある人も多いかと思います。これを癌の医療の現場に、ちょっと照らし合わせてみると、癌と診断されて、頭が真っ白になった。あるいはパニックになった。っていうような状況になると、冷静な時には、おそらく利用しなかったであろう、ちょっと怪しい健康食品、ちょっと怪しい補完代替療法を試してみようというような判断をしてしまうかもしれないということになってきます。ここで皆さんにお伝えしたいことがこちらになります。人は正確な情報が与えられれば合理的に最適な選択をするのかというと、実は行動経済学の研究の中では答えはノーということになっています。これはですね、2017年にノーベル経済学賞を、まあ、行動経済学の、まあ、研究で受賞したリチャード・セイラー、博士がですね、まあ、書いている本の中からちょっと抜粋したものなんですけども、人間は誰でも習慣化したバイアスという大きな溝に落ちやすいんだということ、これをぜひ覚えておいていただきたいと思います。まあ、情報の見極め方ということ、これをですね、身につけることは非常に重要なことであることは間違いないんですが、ただ残念ながら人間っていうのはピンチな状況に陥ると、まあ、あるいは頭が真っ白になってきてしまうと、冷静な判断ができないんだということを、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。じゃあ、そういうことを踏まえて何か解決策はあるのかということを残りの時間で皆さんと一緒にちょっと考えてみたいと思います。その考える前にですね、じゃあ補完代替療法に関する問題点を深掘りということで、実際に診療の現場で何が起きているのかということを少し振り返ってみたいと思います。実際に診療の現場ではですね、これまでの調査で医療者と患者さんの間では補完代替療法に関するコミュニケーションがほとんど取られていない。特に主治医と患者さんの間ではコミュニケーションが取られていないということが明らかとなっています。で、これを踏まえてですね、さらにまあ深掘りということで、まあ、診療の現場で何が起きているのかということなんですけども、まあ、癌に効く健康食品っていうものは、そもそも癌と診断される前は多くの方は何も興味がなかったはずだと思うんですね。じゃあ、いつから興味関心を持つのかというと、やはり癌と診断されてからということだと思います。じゃあ、癌が診断されて告知される場面っていうところを少し、このスライドで、まあ、アニメでちょっと示しているわけなんですが、実際にはですね、この今の医療現場っていうのは、インフォームドコンセントということで、スライドに示すようにですね、癌という病名であったり、病気の進行度、あるいはその治療法、その治療に伴う合併症や副作用というのは、こと細かに説明がされています。で、同意書にサインをくださいというようなことで、インフォームドコンセントが行われているわけなんですけども、ただ、ここでですね、これ、まあ、ある患者さんから教えてもらったことなんですけども、癌と診断されて、
その補完代替療法を利用する患者さんの多くは、お医者さんの、理解ではですね、医師の説明がよくわからなくて、それで補完代替療法を利用してるんじゃないかというふうに、まあ、誤解をしているお医者さんがどうも多くいらっしゃるというふうなことで患者さんから教えてもらったんですね。どういうことかというと、実は多くの患者さんは、お医者さんが説明している内容は、これ頭ではちゃんと理解はできています。ただですね、人の悩みのほとんどっていうのは、私はなぜ癌になってしまったんだろうっていう後悔であったりとか、自分は将来どうなってしまうんだ、死んでしまうのかっていうところ、あるいは自分がやってる治療は本当に効くんだろうかといったような形の未来への不安から来ているんですよということを教えていただきました。ただですね、じゃあ医療現場で何が起きているのかっていうと、過去への後悔、未来への不安があるにもかかわらず、それに、傷に塩を塗るようなんですね。ことを、まあ、主治医の先生はですね、まあ、言っているのが現状だったりするということで、実は、まあ、悩みは募るばかりということで、まあ、患者さんを襲う後悔、不安、あるいは自分が選んだ治療が本当にこれで良かったんだろうか、ベストの選択だったんだろうか、他にも何かできることはないんだろうかといった葛藤といったもの、これを抱えている患者さんが非常に多くいらっしゃるという現状があります。で、少し思い出してほしいんですが、私の話の前半でですね、補完代替療法に期待しているものは何ですかということで、精神的な希望というふうに答えている方が一番多かったということをお話ししました。それを踏まえるとですね、患者さんを襲う、まあ、後悔、不安、葛藤、これにですね、医療者がきちんと向き合えば、もしかすると補完代替療法って不要かもしれない。いうことがあるかもしれません。じゃあ、それを踏まえてですね、じゃあ、この、後悔、不安、葛藤、あるいは補完代替療法、まあ、健康食品などを含めて、医療者にどうやって相談すればいいのかというところを最後ちょっと考えてみたいと思います。で、まあ、タイトルはですね、Why が大切と書いてあります。よくですね、私、患者さんから相談を受けたりする、まあ、患者会の講演会とかでですね、お話ししに行ったときに、健康食品などを使うときには、主治医に相談をしてから使ってみてください。あるいは補完代替療法を使ってみたいと、興味関心を持ったときには、まず主治医の先生に相談をしてみてください。というようなことをお話をしています。ただ、そのときにですね、いきなり健康食品を使ってみたいと。というふうに質問するのではなくてですね、それを使ってどうなりたいのかっていう How の部分、あるいはなぜそう考えたのかという Why の部分、そこもちゃんと整理をしてくださいということも、合わせてお話をしています。なぜなのかと言いますと、健康食品を使ってみたいという、そういった質問を、してもですね、人によっては、その背景は違うかもしれないということをこのスライドではお示ししています。スライドの向かって左側の方は、健康食品を使ってみたいのですが、ただ、それでどうなりたいのかっていうと、十分な栄養を取りたいんだ。なぜなのかというと、治療が始まって体重が徐々に減ってきて、これが心配なんだと。まあ、心配事の一番の核になる部分ということと言えるかもしれません。一方で、スライドの右側の方は、健康食品を使ってみたいと。左側の方と同じ、まあ、質問になるかもしれませんが、その背景は大きく異なっているということを、まあ、書いています。どうなりたいのか。まあ、免疫力を高めたい。で、なぜなのかというと、抗がん剤をすると免疫力が下がるということをどこかで聞いたので、いうふうなことが、まあ、背景にあったとします。で、主治医の先生に相談をするというときには、ぜひこの How であったり Why の部分も含めて相談をしてもらいたいなということを、まあ、患者さんにはよくお伝えをしています。で、ここでですね、少し自慢めいたお話になってしまうかもしれません。患者力アップのコツということなんですけども、皆さん朝一という番組はご存知でしょうか？実は私ですね、朝一の番組に出たことがあるんですね。当時はまだ有働さんが、まあ、MC をしていたんですけども、この有働さんとですね、命が司会をやっているときに出演をさせていただきました。で、その時のテーマが、まあ、患者力アップということでした。
漢字力アップっていうと、多くの方が自分の病気のことや治療のことを、医療者のように勉強しないといけないんじゃないかと思うかもしれませんが、決してそういうことではなくて、悩んだり不安だったりした時には勇気を出してとにかく主治医に、声を上げてくださいということをお伝えをしました。で、その時に闇雲に質問するのではなくてメモに整理、をして、先ほど、お話ししたようにハウやホワイも含めて自分の今の悩み事、困っていることをまず書き上げて、で、その上で数を絞って主治医の先生にそのメモを渡すと。まあ、適切な数としては、まあ、せめて2つか3つぐらいですね。外来という限られた時間であれば、2つから3つぐらいに数を絞ってお渡しすると。まあ、メモに整理する段階では、もう思いつくままに数を多く上げていただいても構いません。で、ただ、主治医の先生がですね、ぶっきらぼうでなかなか話がしづらいっていう方、いらっしゃると思います。これはまあ医療者としても反省しないといけない点だと思うんですけども、実際、コミュニケーションが苦手な医療者もいるのは事実です。まあそういった場合にですね、主治医以外にも、悩みや不安を相談できるための信頼できる窓口があるんだということ、これをぜひ、知っておいていただきたいと思います。まあメッセージとしてはですね、一人で悩まない。これが、NHK の朝一に私が出演した時に一番お伝えしたこと、したいことになります。で、じゃあ補完代替療法の相談窓口というのはどういったところがあるのか、いったところを、最後にご紹介して終わりにしたいと思います。主治医以外にもですね、看護師さんや薬剤師さん、栄養士さんといった医療者がいますし、あと、がん診療拠点病院には、がん相談支援センターというものがございます。ここは、そこに病院受診していない方でも、相談に応じることができます。あと、がん診療拠点病院には、緩和ケアチームというものが必ずあります。主治医に相談しにくい場合でも、この緩和ケアチームに相談をするということで、相談に乗ってもらうこともできるかと思います。あと、街中にもですね、健康サポート薬局というものが2016年から開始されています。そこはですね、実は健康食品のことに含め、食事のことや栄養のことなども相談に応じられるということで健康サポート薬局になっていますので、こちらも利用してみていただけたらと思います。はい、ちょっと駆け足になりましたが、私の話は以上になります。大野先生、ありがとうございました。補完代替療法と言いましても、かなり本当に多種多様で、広い内容ということがよくわかりました。ご視聴いただいている皆さんもご自身と重ね合わせて、今、先生のお話をお聞きいただいていたのではないかと思います。それでは、Q&A セッションに参りたいと思います。まず、質問1から、ご回答いただきたいと思います。補完代替療は癌に効果があるのでしょうか？臨床データはあるのか教えてくださいということです。先生、お願いいたします。はい。これは、今日私のお話の中でもちょっと触れましたけども、その、がんの患者さんの生活の質、まあ、体の辛さであったり、気分の落ち込み、これらを、改善するといったことを証明している補完代替療法は、いくつかあるというふうに知っておいていただけたらと思います。ただ、その、がんが治るとかですね、そういったことを目的とした補完代替療はほとんどないというふうに捉えていただけたらと思います。ありがとうございます。それでは続きまして、二つ目の質問に、お答えいただきたいと思います。補完代替療法について、効果が実証されていないという批判がよくされますが、そもそも医薬品と同じレベルで、効果の実証を求めることは現実的ではないと思います。補完代替療法の効果について先生のお考えを伺いたいということです。お願いいたします。はい。これは質問1の回答ともちょっと重なってしまうかもしれませんが、今日のお話にもありました、その効くか効かないか、いうところは、お薬と同じでランダム化比較試験。このランダム化比較試験で効果が証明されている補完代替療法は、実は最近では数多くその研究の報告はあるんだということをちょっと知っといてみていた、していただけたらなと思います。ただその効果の多くはその患者さんの生活質を改善するというものなんだと、その点はご注意いただけたらと思います。ありがとうございます。
それでは先生、ありがとうございます。続きまして、6つ目の質問です。補完代替医療ガイドブックについて、4版の予定はあるのでしょうか？新しい知見などがあれば教えてくださいということです。お願いいたします。はい。このがんの補完代替医療ガイドブックっていうのは、スライドの右側に、載っています、いるものだと思います。これは厚労省の研究班が作成したものなんですけども、残念ながら、答えとしては第4版は、の予定はありません。これはですね、がん研究助成金、今ではがん研究開発費ということで、まあ、国立がんセンターが中心となって、活用している研究費、事業費になるんですけども、まあ、こちらの方で補完代替療法の研究というのはもう今現在、なくなってしまったっていうのが理由になります。ですので、まあ、もし再開されれば、第4波の可能性はないわけではないんですけども、現状ではないということになります。で、新しい知見ということなんですけども、それにつきましては、今日、私の話でも紹介をしましたけども、厚生労働省が行っている統合医療情報発信サイト、あるいは日本緩和医療学会が作成した、がんの補完代替療法クリニカルエビデンス、こちらを参考にしてみていただけたらな、というふうに思います。ありがとうございます。それでは、事前にいただいた最後の質問となります。緩和医療や緩和代替医療としての医療対応使用の実例があれば教えてくださいということです。よろしくお願いします。はい、こちらはですね、今日何回か、紹介をしてきた厚生労働省の統合医療情報発信サイトの、ページにですね、実際にこれアメリカの、補完代替医療の国立センター、国立の研究所のですね、サイトを翻訳したものになります。それをスライドにそのまま示しているんですけども、がんの化学療法ですね、抗がん剤の吐き気や嘔吐、これをプラセボよりも、どうも抑えられたらしいというような報告はあるようです。ただ、この大麻の成分ですね、これを使用したことで、めまいや眠気などの副作用が起きたということも副作用として報告されています。ただ、注意点がありまして、これらの研究っていうのは、主に1980年代から90年代に行われているものになります。もう、40、50年前ということになりますので、そうなってくるとですね、今現在は抗がん剤の吐き気止めというものはかなり、進歩してきていますので、その吐き気止めの代わりにですね、この、タイマーを使うというのは、ちょっと、よく考えていただけたらなというふうに、この情報の受け止め方も注意をしていただけたらなというふうに思います。ただ、もう一つ、こちらはですね、アメリカのデータになりますので、日本では、実際にじゃあ大麻が使えるのか、そういうわけではありませんので、その点はご注意をいただけたらと思います。小野先生、ありがとうございました。実はですね、いくつか皆様からご質問をいただいているのですけれども、あいにくお時間が来てまいりました。最後にですね、小野先生から皆様に一言メッセージをお願いできますでしょうか。はい。補完代替療法、私のお話の最後の方にもちょっとお話をさせていただきましたけども、やはり、がんと診断されると多くの方がやはり頭が真っ白になったとかですね、あるいは今治療を受けている方も、この治療が本当に効くんだろうか、あるいは自分が受けている治療の選択って本当にベストだっただろうかというふうに悩んだり不安になったりする方非常に多くいらっしゃると思います。で、そういった時にですね、インターネットとかを見ると、補完代替療法っていう形で、まあ甘いささやきと言っていいのかどうかわからないんですが、そういったものが、数多く情報として氾濫しています。ただ、その情報にですね、飲み込まれないようにですね、主治医であったり、今日紹介しました、その看護師さん、薬剤師さん、栄養士さんと、あるいは、がん相談支援センターといったような形の相談窓口というものがあります。患者力の一番最初の一歩というのは、そういったところに声を上げることなんだというふうに私の話はもうそこに集約されると。補完代替療法に興味関心を持ったときには、まずそのなぜ興味関心を持ったのかというところも含めてですね、医療者に声を上げるということが最初の一歩なんだということをぜひ、心に留めておいていただけたらなというふうに思います。
小野先生、どうもありがとうございました。以上をもちまして、がんの補完代替療法のセッションを終了いたします。ご視聴ありがとうございました。